モレーダーチャンネル。こんにちは、イモのレーダーチャンネルのカズサンドです。イーサンドです。はい、今回はですね、一番くじやってきました。はい、今回のですね、一番くじは新エヴァンゲリオン劇場版第13号機起動。いやー、ねえ、ユイサンドはね、エヴァンゲリオンまだ見てないからわからないんですけども、でも好きなキャラクターいるんだよね。うん、誰でしょうか。アスカ。アスカ、なんで可愛いから。可愛いで、本当はユゴサンドもね、エヴァンゲリオン大好きなんで一緒にね、撮るつもりだったんですけど、どうしてもユイサンドがね、こうやりたいということで、今回ね、ユイサンドに来てもらいました。はい、で、今回ですね、タイトルにはですね、15回ね、中ですね、5個が上位賞というふうに出てるんですけども、エヴァンゲリオンを、引いたのは10回なんです。10回引きました。はい、で、当チャンネルはコンセプトとしては少量、だいたい3からね、多くて5回、そうね、引いて、で、まあ当たりが出ればいいなということでやってるんですけども、今回ね、10回になってしまいました。はい、なんかね、変なことになってるんですけども、はい、まあちょっとそれをね、後でと話ししながらいきたいと思います。はい、ではですね、10回引いたうちのね、じゃあ下からね、ABC のね、の一番最後からいきたいと思います。はい、ではね、まず一番 H 賞ね、H 賞、グラスになっております。グラス、全部で8種類あるみたいですね。はい、で、H 賞がですね、1個1個だけでした。はい、1個だけ。はい、やっぱあれかな、アスカ、アスカがいいですか、はい、グラスですかね。ね、グラス出たらね。はい、では行きましょうか。はい、では何が出るんでしょうかね。いきます。はい、オープン。よいしょ。はい、はい、はい、お、カオルくん。これちょっと分かりづらいね。あ、カオルくん、渚カオルくん。いやね、ほら、イケメンだよねえ。うん、渚カオルくん大人気ですからね。ああ、よかったね、渚カオルくん。かっこいい。ほら、すごい素敵な、ちょっとね、ちょっとね、にこじゃないですけどね、軽くこう、にこやかっていうかね、優しい顔して、いいですね。はい、カオルくんでした。よかったよかった。はい、ではこれはじゃね、置いときまして、はい、置いときまして、じゃあ次はもう一個目、 G ですね。 G 賞は、はい、2つありました。2つ、はい、ダーンと、はい、これはもう見えてますんでね。はい、ビリーサンドの大好きなアスカー、かわいいね、素敵な笑顔してますよ。ほらほらほらね、いい感じですね。ちょっと開けてみましょうかね。はい、はい、ドン。お、2枚あるのかな。はい、1枚がこうね、で、裏側がアスカの、はい、そう、クリアファイル。あ、そして2号機だ、こっち。ほら、2号機で、裏側。あ、かっこいいね、かっこいいわ。うん、はい、そしてこちら、はい、こちらもカオルくんね、選んでいきます。カオルくん、はい、カオルくん大好き。はい、カオルくんの裏側はじゃん、あ、同じような感じですね。あ、いいですね、こういうスタイルね、結構好きですね。はい、そしてはいはい、マーク6ですね。はい、よいしょ、はい、ドン。あ、いいね、
いいですね、いいですね、いいですね。はい、こちらがね、はい、G 賞でした。はい、G 賞。はい、では、次、F 賞。 F 賞いきましょうかね、うん、はい、F 賞。はい、ドン、カオルくんです。カオルくんです。カオルくん多いね。はい、うん、カオルくん、これもね、選べたんでね、カオルくん選んできました。はい。うん、何気にね、カズサンドがね、カオルくんも好きなんでね。うん、カオルくん選んで。そうだね。うん、カオルくん好きなんですよ。なんかこの笑顔がね、素敵なんですよね。はい。いや、いいですね。はい。では次。はい。次は E 賞になります。E 賞。E 賞ですね。E 賞。E 賞は、はい、クリアボトル。クリアボトル。はい、で、これが2、3、はい、3つになります。3つです。はい、で、これもね、どれが出るかね、うん、全部で5種類あるみたいですね。5種類。はい、そうすると、やっぱゆいさんとはアスカさん、うん、はい、はい、じゃあこれ、はい、お願いします。はい、あ、シールがね、ついてるかね。シールがこう、よいしょよいしょ。取れない、切れないのでね、ハサミちょっとね、用意しました。はい、よいしょ。はい、ではお願いします。よいしょ。横にもテープがついてる。横にもテープついてる。なに、開きました。お、水色が見えました。水色。おお、あやなみれいじゃない。はい、水色って、あ、これもう色でわかるね。はい、あやなみれい。あ、こういうボトルなんだね。はい、はい、じゃあここも開けちゃいましょうかね。はい、開けます。はい、はい、じゃあこれピック。はい、はい、こちらマリさんです。マリさんも素敵ですからね。はい、いいですね。はい、では最後ね、3つ目ですけども、アスカ来るか。はい、お、色がもしかしたら赤っぽいけど、あれ、来た、アスカー。あー、来ました、アスカー。おー、アスカ来ましたね。全部なんかちょっと宙に浮いてるようなね、感じの、うん、ボトルになっております。じゃあちょっと一回片付けてと、次いきましょうかね、うん、はい、次の上は D 賞。 D 賞、 D 賞はありませんでした。マリさんのね、はい、うん、フィギュアだったんですけども、はい、はい、ね、マリさんは出なかったんです。そして C 賞、はい、C 賞、 C 賞。そう、そっちだ。そう、C 賞はありました。ありました。あー、はい、やっぱね、この無表情ですよね。うん、まあ、もういいですね。いいですね、逆にいいですね。はい、あやなみです。うん、ね、まあ、ちょっと歌唱ですけどね。はい、まあ、映画ね、見てきましたけども、はい、結構ね、大変なことになっちゃうシーンもあって、はい、はい、あやなみれさん、どんな感じなんだろうね。はい、うん、このね、写真と同じはかなりね、うん、いい感じですけど、はい、お、お、お、これに入ってる。はい、では、よいしょ。では、ここを、お、うわ、頭からブワーンって入ってました。はい、逆でしたね。こっちから開けたらよかったな。はい、では、はい、開けていきましょう。はい、写真と同じの、ね、同じですね。あ、本当成功ですね。はい、あ、しかもこの手のところほら、ちゃんとなんかこう、かね、こう傷する、そう、傷がつかないようにですね、ビニールがちゃんと入っておりますね。気遣いされておりますね。はい、こんな、あ、すごいじゃん、うん、はい、顔も、はい、顔もちょっと写りがね、
悪いですけども、はい。うん、すごいすごいすごい。ちょっとね、ここモニターで越しで見るとね、そうでもないように見えますけども、実際に見るとね、かなり出来はいいです。はい、おーね、しかもこのね、黒のスーツ、あ、いいですね、黒スーツ。はい、後ろはほら、これもちゃんとできてんだよね、後ろね。うん、はい、こんな感じですね。はい、細いね。しかも足長、足長、めちゃくちゃ足長い。あ、こんなにスタイルいいですね。はい、うん、ちょっと内股でね、ちょっと内股な感じで、うん、はい、こんな感じですかね。あー、いいですね。じゃあ立ててみましょうかね。こんな感じですかね。はい、こうやって立てられます。はい、で、本当はね、こうぐるっと一周回せばね、いいんですけど、そんな機会持っておりませんので。はい、あー、そうですね、綺麗なスタイルしてますね。はい、ね、うん、ここね、髪がね、こうロングになったらまたね、違うイメージになると思うんですけどね。うん、ショートカットがね、やっぱいいのかな。うん、はい、こちら綾波レイさんですね。はい、黒のスーツ、はい、いました。はい、うん、いいですね。はい、はい、いや、よかった。はい、では次、次美女ですね。美女、美女ありますかね。はい、美女、じゃーん、出ました。はい、これね、5回戦で聞いたの、5回戦で、で、5回聞いて、エヴァンゲリオンのね、こう購入するときに、この剣みたいなのがあって、ね、そのエヴァンゲリオンのこの、絵が描いてあるところから、剣を取って、持ってって、はい、じゃあ5回やりますって言って、お金払って、うん。そんで引いて、もうそこまで全然気づかなかったんだけど、引いてたのが全然違うルノーニケンシンの、ルノーニケンシンの一番くじを引いてた。うん、ね、で、その持ってったところはエヴァンゲリオンだったんだけど、そこに入った剣がルノーニケンシンの剣で、まさかまさかね。うん、ほんで引いて、で、なんと5回引いたうちの2回が美女だ。美女2個だよ。びっくりした。美女ね、アスカ2つも出ちゃったよと。アスカが2個出ちゃったよ。すげえなーと思って、うん、そしてあの裏からですね、店員さんが持ってきたのが、あれこれルローニケンシンですね。あれ、私はエヴァンゲリオンやったんじゃなかったのかなって言ったら、さあ、なんかね、そこの売り場の剣のとこに、エヴァンゲリオンのとこに混ざって、他にも混ざってたんでね、申し訳ございませんでした、でもこれでよろしいですかって言われても、え、エヴァンゲリオンがーって感じだった。うん、そうで、でもしょうがないから、じゃあ、あと、じゃあもうそれは一回置いといて、もう一回エヴァンゲリオンやりますっつって、また料金払ってですね、カードで、うん、クレジットカードで払って、そして5回やったら、この B と C がですね、うん、はい、出ました、出ました。はい、もうそこ出なかったらね、何も出なかったらですね、もうかなりね、もう落ち込んで帰ってたと思います。うん、はい、ということでね、ちょっとまだ続きありますので、続きの話は後でね、やりたいと思いますが、まずですね、こちら、はい、アスカさんね、開けてみたいと思います。うん、ちょっと箱は、うん、さっきより大きいよね。はい、お、はい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 、今度は逆では、はい、はい、来ました。おー、髪のボリュームがすごーい。お、すごいね。はい、白スーツだね。はい、で、眼帯がね、ついてて、髪のボリュームがすごいわ。はい、
ほら、はい、で、髪留め可愛い、うん、うん、ね、うん、すごいね、はい、そして、あ、まあね、この髪の裏側までちゃんとほらナンバー2番号ね、ついてまおります、はい、うん、アスカもね、細いわ、足長いわうん、ね、あ、このスーツね、恥ずかしいって言ってましたけどね確かにね、確かにそうかな、はい、うん、じゃあ止めてみましょうかね、あ、これちゃんとほら足を置くようになってますね、はい、はい、立ちました、はい、こちら、うん、ね、ちょっとあとでカメラね、しっかり撮りたいと思いますけど、うん、いや、うん、めちゃくちゃアスカ、うん、めちゃくちゃアスカ、うん、すごいいい出来してますね、はい、あ、いいですね、はい、はい、このスーツの着こなしもね、うん、すごくビシッと決まってますね、ビシッとしますよ、うん、やっぱこの髪がいいね、うん、このボリュームがブワーってなってるのがね、あ、ちょっと風を受けて広がっているような感じで、あ、これいいですね、あ、はい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 、はい、ということで、はい、ね、B 賞と C 賞ね、はい、5本で出てきてくれました、はい、はい、で、まあ、ここでね、本来なら終わりだったんですけども、なんとですね、はい、その店員さんの、ね、受け付けてくれた隣にいた店員さんが、ルノーニケンシンが大好きな方で、はい、で、もしよろしければ、そちらを私買い取らせていただけませんかと、ということで、あ、それは大変ありがたいですということでね、はい、そのままね、B 賞2つと、あと他に何が当たったか全然覚えてませんけども、はい、それを、そのまま買い取っていただきました、うん、ああよかったということで、そして受け付けたお兄さんが、じゃあもう5回できますねととんでもないことをね言い出して、うん、でもね、なんか一つのフラグが立ったな、もしかしたらこれもう一個なんか来ちゃうんじゃないかなということで、まあちょっとね、そういう風に言われたら、じゃあここを一つ乗っとこうかなとね、もし何も来なくてもね、まあルノーニケンシンのこともあるんでいいかな、うん、で、まあ普段は10本やらないんですけども、まあここはね、大船に乗ったつもりでもう5本1枚ということで、ね、はい、もう5本やりました、はい、ね、そしてそのうち1個がなんとですね、なんと、はい、こちら、はい、どーん、よいしょー、出ちゃいましたよ、出ちゃいましたよ、いや、フラグが立ったなと思ったら本当にね、出るとは思わなかったんですけど、はい、まだ半分ぐらいね、うん、くじが残ってたんですよ、はい、うん、で、まあね、かなり厳しいかなと思って、だから10本中ですね、はい、3本後遺症出たんですけど、はい、ルノーニケンシンのことを合わせると15本中ですね、5本、はい、5本ね、うん、A 賞と B 賞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 、うん、そして C 賞と C 賞、うん、いうことでね、15本中5本ね、その場で後遺症を出してしまった、でその店員さんもすごい驚いてました、うん、そしてその受け付けてくれてね、間違って、ね、置いてしまったこと申し訳ないですって言ってた店員さんもね、すごく喜んでくれました、うん、ほっとしましたって言ったら、うん、じゃあなんで2回目振ったんだろうってね、まあ、振ってくれてありがとうございますという感じなんですけどね、はい、ではこちらで開けていきたいんですけど、その前にね、前回5回でね、A 賞を当てた、はい、こちら初号機覚醒、はい、こちらね、はい、前回もね、当てちゃったんですけどね、これ5本でね、A 賞1個当てたんですけど、はい、で、箱がね、
らほら、なんか大きいの、ほら見て、ほらほら、え、高さは同じぐらいです。うん、で幅はね、ね、前回の方がね、あるんですけど、奥行きか、奥行きはね、前回の方が少しありますけど、うん、うん、ほら、こんな感じでね、はい、うん、すんごいでかいの、はい、はい、前回よりも、で、前回のこちらね、覚醒、初号機覚醒、これもね、めちゃくちゃかっこいいんですけどね、この横にね、置きたいなと思ってるんですけどね、はい、はい、ではね、開けていきましょうか。開けましょうか。はい。はい、開けちゃいましょう。開けちゃいましょう。はい、これもね、開けるの大変かな。はい。まだ。ちょっと待ってよ。まだ。大変なことになってます。ドンと。はい。ドン。うお、すごい。そして中から出てくるのがこれ。はい。でん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 、重いです。でかい、でかい、でかいわ、うわー、うわうわ、めちゃくちゃでかいんですけど、あ、なるほど、槍こうやって半分ずつなってるんだね。槍めちゃくちゃでかいんだけど、うわ、すごいね。もうこれだけですごいんだけどね。はい、これだけですごい。ね、すごいね。はい。はい、それではこれもね、開けていきたいと思います。開けていきたいと思います。いきますよ。ドン、ドン、ドン。おお。出たー。おお。でかすぎね。でか。ちょっと待ってね。よいしょ。うわすごいでかいんですけど、はい、全部ですね、とりあえず取れました。まずこれ本体なんですけど、めちゃくちゃでかいね。はい、いや、うお、かっこいい、かっこいい、ほら、うわね、前回の初号機とね、比べてみると、まあ高さはね、同じぐらいですね、同じぐらい、はい、同じぐらいですけども、はい、でもね、腕広げてるから、しかもね、腕4本あるからね、めちゃくちゃでかく感じますね。はい、で顔も、あ、すごい、なんかテカテカしてるね、テカテカしてる、うん、で背中のこのね、うん、この何、この背骨みたいなのね、うん、ちゃんとできてるもんね、うん、で足もね、ほら、すごい、ね、ちゃんとできてますね、すごい、はい、ここの部分ね、この膝の部分ね、うん、そしてこの顎、手もすごいね、手こんなね、赤になったんだね。うん。で、これなんだろうね、なんていうんだろうね、これね。肩のね、うん、ね、昔昭和の頃はこうバーンと流行りましたけどね。はい。いやー、かっこいいね、これ胸もかっこいいし、うん、ちゃんとできてますね、すんごいね。はい。で、じゃあこちらにちょっとね、装着してみたいと思いますが。はい、これでね、下に埋めることができました。はい、いや、このうおもっと下あるけど、ほら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 ね、え、うわー、これ限界かな。はい、こんな感じです。いや、すごいね、うわー。で、これに槍がね、ロンギヌスの槍ね、ね、本当はロンギヌスの槍とカシウスの槍を取りに行ったと思ったら、え、なんか両方ロンギヌスだったのかな。はい、で、これ槍超長い、前だけでこれだからね。で、これがくっつく
くのかな。どうするんだろう。どっち方面。あ、入った。あ、ビシッとちゃんと入るわ。綺麗に入った。はい。槍だけでほら、見て、こう、こう、人間が持ってほら、ねえ、なんかできるような感じの攻撃できそうだもん。やばいね。はい。そしてここに持たせるのかな。ゆーっと、お、入る入る入る。あ、回る回る。あ、回って入ってく。回って入ってく。どこまで入った。感じかな。もっと、うん、こう回してくと入ってくる、はい、あ、こんな感じかな。うわーすごい、ほらもう入らないもん入らないもん俺どこまで、どこまで下げれば入る。ここまで入る。ほらすっごいでかい。こっからここまであるからね。じゃあ反対側もつけてみましょうかね。反対側も同じような感じで、はい、いやすっごいかっこいいわ。見てこれ、うわやっべー、やばいね。こんなでかいんだね。うん、こっから下から今ね52センチか55センチだったかな。はい、あるみたいです。はい、っていうことでね、はい、すっごいのが当たりましたね。覚醒とね、こう並べてみたいと思いますが、はいね、うわ、こう横に広げてる分ね、こうだからね、こうなってるからねすごいね。うん、まあ一つね、あの希望があったとすればね、この手、この手がね、こうなってこう槍をね両手で抜くような形だったらもっとね良かったなと思いますけど、まあこれで十分ですはい、いやすごいわ。はい、ということでこれをですね、飾りに行きたいと思います。では飾りましょうかね。よいしょ。あ、全然入らない、全然入らない。どうしよう。この板を3段下げてなんとか入りました。めちゃくちゃでかいです。で、1個忘れてたのが13号機の角を付け忘れておりました。これ今角付けた段階です。なんか足りないなとは思ってたんですけど、やっぱ角があると全然顔が変わります。うん、しかし初号機とね13号機ってなんかやっぱ似てますね。うん、なんかよく似てるような気がします。はい、ということで今回は A 賞、B 賞、C 賞が当たりました。奇跡だね。それでは See you next movie!